整った。カイラル通信は全てつながった。この大陸を横断する全ての結び目が一つになった。絶滅の種は俺が確保した。これまでに起きた大量絶滅は全て絶滅体がもたらした。もうすぐ6回目の大量絶滅が起きる。単なる種の入れ替わりや絶滅ではない。物質と反物質が消え去る。今回が最後の大量絶滅になる。お前たちが結び目をつないだおかげでその準備が完了した。そこでついに絶滅体の登場だ。アメリ、サム、あなたたちが必死でつないでくれた全ての結び目と人の数ほど存在する個別のビーチを私の力で一つに束ね直す。そうすればこれまでのような小さな DS とは違う地球史上最大で最後の大量絶滅が起きる。アメリー、どうなってる？ラストストランディング、人類の消滅、絶滅との結び目である私の役目。サム、思い出せ。俺たちドゥームズは彼女の結び目から生まれた。俺たちが見た悪夢は逃れようのない確固とした未来のビジョン。これこそが俺たちの夢見たこの世の終わりなんだ。黙れ！サム、わかった？絶滅は止められない。早めるか遅らせるかしかできない。俺を倒せたとしても彼女を救うことはできない。絶滅は止まらない。さあ来るなら来い。you
Thank you.
アメリアメリ、彼女は大丈夫だ。この世界はまだ絶滅してない。アメリを離せ。機関車をかばうとは切ない。サム、死んで出直してくるんだな。ヒックス、絶滅に立ち会いたければビーチに来い。つまりアメリのビーチを使ってドゥームズデイを引き起こし絶滅を導くつもりなんだ。